走ってここまで来た。やっほー、成田の新地天ともさんハートありがとう。おはよう、おはよう、みんなコンタクト入ってる。ピカピカ司会なべなべ所長天ありがとう。そう、一人離席やばい、一人離席してたよ。タコミさん、なれなりさん、ヨーク天、ユージさんハート、ヤスクルレインボースター、ジゴさん天ありがとう。うー、今日はちょっと準備します。アザーさんハートありがとう。あれするので準備します。メイク、ピースさん、はしもちゃんち天ありがとう。てんてん、コンコンハート、なべさん、アザーさんハートありがとう。おー、本日誕生日だって。コンコンおめでとう、すごい。コンコン11月2日お誕生日おめでとう。はしもちゃんち天はじめりょうさん10周年、わあありがとう。なんかちょっとここが赤くなっちゃった。スキンケアでマッサージしたら元気になったみたいな。ソニチ天、KK さん天ありがとう。ちょっとまずはちょっとまだ無比を塗ってないので無比を塗らせていただきます。足だいぶね、あの何、赤みが引いてきた、峠を越えましたね、きっと。でもまだあります。へへ、よかったよかった。ピタの掃除おめでとう。無比、ちょっともう家にいる時間がなさすぎてすごい部屋が荒れてる。もうね、だいぶなんかパンパンに腫れてたところも収まった。こういうさ、福ちゃんち未来に向かって羽ばたけりこちゃんありがとう。しばさん、福ちゃんちありがとう。なべさん、ハート、そにちてん、けいけいさんありがとう。なんか仕方ないよね、ありがとう。そうだよね、自分を責めなくていいよね。またおうち時間が増えたら片付けしよう。かゆいのがだいぶマシになりました。お薬塗ったらね。よし、よいしょ。私別に月始め一発目に自己紹介を送るルールは設けてないです。1日11月1日でも2日でも7日でも月始めだと送ります、自分が。水木結婚して反抗期、ああ、うん、わあ、佐藤直輔、コマちゃん、パタちゃん結婚して、なれなりさん、そら豆さん、ただちーさんありがとう。ふくちゃんちハート、コーラ99歳で総資産1万円だから結婚しつ、もうそれはさ、もう大変なことになるじゃん、結婚。ちょっと不安ですね。気が向いた時にするね、というかメールを送る時間が本当にちゃんとある時にするね。
ケリーさん、バラ、ヒロピーさん、モスコルさん、ありがとう。あー、私は今日メイクをしないといけない。一番めんどくさい一番めんどくさいよ。タイムファイヤーさん、10、ありがとう。来週落ち着いてほしい。なんだかね。しかもなんかちょっと喉が痛いから。そう、ゆっくりは寝れました。朝ルクスツンさん、千万両ありがとう。そのまるままハートありがとう。メイクするか。メイク早く終わって朝ごはん食べよう。成田のしんち、ありがとう。ハート、こういうさん、音符ワン、つのまるまま、ハート、わあ、みんな成田のしんち、ハート、うっぽさんミラボーやすくん、てん、ありがとう。ちっちゃいくまちゃん、ありがとう。パターメさん、ハート、貝柱さん、テン、フォーユーさん、ピースさん、トモさん、ペロペロ雨、フォーユーさん、イッコ、カラスさん、フォーユーさん、パターメさん、ヤスくん、レインボースター、ありがとう。お役目、あら、めいってらっしゃい、頑張ろうね今日も。成田のしんち、フォーユーさん、パターメさん、フォーユーさん、福ちゃんち、未来に向かって羽ばたけ、リゴチありがとう、福ちゃんち。ビタミン C 大事ね。チェリーさん、ハート、アムトンさん、ファイト、トンちゃんパパ、テン、 DJ さん、アイメちゃん、ありがとう。まるちゃんまるちゃんって、私がおでこ上げた瞬間にまるちゃんの名前呼んだから、すごい恥ずかしい。まるちゃん、かわいい、ありがとう。ゆみちゃん、だるま、とんちゃんパパ、ハート、いさおち、もびさん、ありがとう。もうね、このファンデーションそのままいっちゃいます。このファンデーションはそのまま大丈夫なファンデーションなので、ちょっとそのまま活かしていただきます。いつもは崩れないようにちょっとなんかそこを配慮して下地も塗ったりするんですけど、わ、いさおち、かわいい、ありがとう。すぐ興奮しとる、ありがとう、優しい。もうちょっと頑張るよ、朝ごはん嬉しい。褒められたらねやる気になります。でもなんかしようと思ってたことを指摘されるとすごいやる気が失せちゃった。さっきもなんかメール送んないのって言われて、今日送ろうとしてたのになって。
Okay. うわ濡れた。ね、アサイーボール食べたい。アサイーの大ファン。コロネさん10ありがとう。超時短じゃない？これパタパタするだけで。そう、宿題やったのって聞かれる。今やろうと思ったのにってやつ。あら、お役目サボり席してる。今日もファイトだよ。エサお茶とコロネさん天ありがとう。あら、かわいいので、嬉しい。そうち、コロネさんありがとう。アサイは 400g ある。だから4食分あります。うん、何そんな褒め方。そんなことを言ってくれるのか。うん、ね、もう明日、え、でも明日寂しいよね。明日が来たらもう由美子さんの卒業コンサート終わっちゃう。こうやって今一生懸命なれることを見つけたか。そう、結構買ってたっていうか、なんかそれが一つのアサイーボールですって冷凍で売られてたから、まさか私も4食分入ってるとは思わず試みました。あと 200g 残ってるよ。そうなの。アムトンさん千万両ありがとう。イサオチかわいい、ありがとうね。そうなんよ、嬉しい。思ったよりもらえて食べれて。タイムファイヤーさん10ありがとう。だいぶこのカスカスのダブルライナーで。コンコン10ありがとう。 MV の最後にユミコリが振り返る。何それ、誰、ユミコさん。ハンターさん結婚してありがとう。そう、昨日は白菜。ありがとうだね。サボり席を探されてる、そんな厳しい。めっちゃ面白い。ハンターさんハートもありがとう。逃げてって言われてるよ。お役目に戻りな。頑張れ。健やかに生きようね。アムトンさんハートありがとう。もうそろそろ終わり。おばさん嬉しいねえ、もう優しい、褒め上手。鬼着信やばい。アムタンさん、コバさん、ん、小顔タン、尊いありがとう。
てて。私新しいビューラーが欲しいんですよ。リリミュー、指原莉乃さんのリリミューのなんかビューラーが欲しくて、早くロフト行きたいって思ってる。コバさんかわいい、ありがとうね。まつげ上がると印象が変わりますね。ね、やっぱまつげ上がると気分も上がる。あれ待って、コバさんかわいい、ありがとう。配信見たいのでまだ抗います。やばい、抗う、アイルドン佐藤さんハートありがとう。喉痛成人なう。何その私の噂があるの。えいちゃんツーです、ありがとう。わ、めっちゃ静かに考え事しながらマスカラに集中してた。ふう、永遠に、あ、龍角さんか。確かに龍角さん舐めるべし。わあ、オンライン、そうじゃん、お話し会あるもんね。そうじゃん。いやー、私だけじゃなくてみんなね。そう、みんな大変だよ本当に。マジ？やってみよう。イサオチハート、コバさんレインボースター、ありがとう。かわし、かわちくなってます。かわしは最近自分のことをわしって呼ぶのに思ってて、なんならもう何じゃのうみたいな、なんかもうおじいちゃんみたいな喋り方してる。確かに。できた。アイメイク感。うん、イサオチハートありがとう。サボり席。まあ、またね。逃走中かやばい。そんな。
わし呼びいいいいいいかな。確かにワイとも呼んだりするよね。ワイもワイもやでみたいな。わたっこりわたっこりって呼んでたこともあった。ちょっとノーミラーパウダーします。リコさんかわいい、嬉しい。リサウジファイト、ウィネスさんキラキラ。おもろい。サラ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 すぎてびっくりした。ついに捕まったね。あ、いい感じなのでは。タイムヘアアイロンもこの時に加熱。ねずおさん10、泣いてる。タイムファイヤーさん、嘘。でも最近そう美容院に行きたかったよ。そうでもむずそうやけんね、諦めた。そう加熱今日は8時間眠れました。実を言うと嬉しい。嘘、コンディションキープできてる。明日のためにと思ったけどね、むずそうだった。でもなんかギリギリになるよりかはその美容院でお役目までギリギリになるよりはやっぱいっかって諦めた。そういっぱい寝れてよかった。そう8時間眠れると調子よくなる。すごい今体が軽いもん。前髪もめっちゃ伸びたよね私。ちょっとこっちに流してまっすぐさせます。母さん、アムトンさん、ありがとう。そうしかも今日朝体重測ったんですけど、その私がみんなにやばいってダイエットしますみたいな、今日ホテルで体重測ったんですけどって言ってた時あるじゃないですか。いつだっけ、オールナイトフジコの日だ。夜ホテルで体重測ってやばいみたいな。それから 1.7 キロ落ちましたよ皆さん。睡眠大事。 1.7 キロ落ちて、なんか私なんか1年前よりみたいな、4キロ太って、でも4キロ太ったのは、あ、4キロ痩せてた頃は結構もうガリガリで心配されてたみたいな話をして、そんな心配されてないけど、だからそんな私もガリガリじゃなかったけど、
でも自分的に調子いい体重はそれ、その前の太ってた体重よりマイナス2キロで、今 1.7 キロ落ちたから、ほぼほぼそこら辺でいい感じです。ハリーさんパチパチありがとう、クニちゃんハートありがとう、パチパチだわ。よかった、そうでもいっぱい動いてるからさ嬉しいってなった、痩せれて。ゆうちゃんくにちゃんありがとう、引き続き頑張る。あと 1.3 キロ落ちるまではね、効果あって嬉しいわ。金たくさんありがとう。うん、そう、なんで2キロ増えた。金たくさんありがとう、みやこ先生10ありがとう、みやこ先生10ありがとう。そうね、しっかり食べて運動。深夜ピナバタ、ピナバタってなんだっけ、教えてくれた。これがピナバタ、ピーナッツバター、ああ、金たくさんありがとう。前髪伸びた。そう、このこれも切りたくて、そうたまらんわ。ピーナッツバターいいじゃん。ピーナッツバター大好き私。前髪切りたいよね。まあいいや、ちょっともう切ってる心にも余裕が、なんか心に余裕がなくてもうどうでもいいやって気持ちが結構多いかも。よし、オッケー、メイク完了。みんな調子だるい、悪い調子悪いドライヤーは、あの今日は普通に使えましたよ。嬉しい、ぜひカメコでも押さえてあげて私のこと。タイムファイヤーさん、金たくさんありがとう。ニキオキ、え、じゃあさ、ちょっと朝ごはん作ろうかな。45分まではちょっとしたいな。タイムファイヤーさん10、ボヤッキーさん星花火、あー配線とかは全然大丈夫。じゃ血色良い、よかった、血色大事。うん、お仕事頑張れ。やんやーす、
へ連れて行くよ、みんなのこと。最近毎朝朝ごはん作り配信してるような気がする。壁配信とかある？高い高い。にょ。柿を剥いて食べたい。洗い物全然放置してる。ハディさんありがとう、カニタクさんありがとう。うん、そうなの、袖がめっちゃ可愛い。嬉しい。あの柿美味しかった。今日ラスト柿だから。ねえ、袖の部分さ、レースになってて可愛いよね。嬉しい。このさ、難しい、この手を切らんようにこれを切るの、手を切らんように。え、カオスカオス。洗い物配信楽しい。これも燃え袖、一見燃え袖かも。リコは料理しますか？割と料理好きや。うん、そう、手を切らないようにスムージーの刃を洗うの難しい。この前の反省を生かしてちょっとやってみる。今日も浅い。洗い物りこち。そんなですか。まだ食べてないの。そう、リコか。あ、まだ食べてない。リコか、誰だろう。リコかはやばい。誰だろう、おもろい。洗い物いいっすか。もう代わりにしてください。代わりにしてほしい。あれ、スニさん、星花火ありがとう。Translate your name is Rin. Rin?
ジョーパングさん、ありがとう。お、広島おいで。ええとこやで。広島はな、めっちゃええとこやで。ちょっとぽくない今の関西弁。はじめだよさん、天ありがとう。わかんない、何にき。日本語達者にき。おばあさん、星花火。ありがとう。ルイトさん、ハートありがとう。私はもう今すごいね、実家に帰りたい欲がねあります。なんかつぶちゃんがお散歩を覚えたみたいで、お散歩っていう言葉を、お散歩が好きみたいです。ふふっ、ふふっ、ふふっ、そんなチャレンジがあるのね。実家に帰らせていただきます。お弁当をしたいんですけど、多分お皿洗ってるの。そう、なんか時間なさそうだな、柿だけにしようかな。なんか洗い物すっきりさせて柿だけ食べることにするわ。とりあえずなんか洗い物が溜まってるとさ、精神状態が不安定になるから、洗い物だけして柿だけ食べる。ナザさん、ありがとう。だるま、ウッポさん、ミラボ、ありがとう。家出るの、まあ、10時55分ぐらいにあとで家出たいなと思ってて、だからちょっと間に合わないかなと思ったから、柿だけ変更します。ミラボ、そんな、どうしようね。すきっぱらの柿は大丈夫だよね、そんな石になったりしない。なんかすごい腹痛がするみたいな、あれだよね、誤情報だよね。あの、誤って覚えてしまっただよね。あと15分しかないからね。そうだよね、洗い物だけして。え、嬉しい。お豆のメイクかわいい。ちょっとなんかピンクっぽくしてみたい。なんかピンク、ちょっと赤みを、血色みを出してみた。あ、柿って体冷やすの？秋のフルーツ？マジか。本当？カルシウムと反応した時。分かった。じゃあ牛乳は飲まんようにするね。
ごい、リカチ最近ブランクだった。全然ブランコってこの辺あります？学校とかならさ、だからすごい好きだったけど、柿美味しいよね。種なし柿好き。ねえねえ、洗い物削減のためにさ、まな板のまんま食べていいかな、 お皿に盛らずに、この場でもし柿を切って食べることができたら。女子力アップしてる。時短にもなるよね。ノーネームさん、テンありがとう。洗い物、アサイーボウルの洗い物と昨日のこのお鍋の洗い物、白菜雑炊の洗い物、まな板のまま抜かせていきます。よいしょ。今日の柿です。トマさんありがとう。半分にお尻からちゃんと切りました。 OK。うわ、超美味しそう。もう4分の1に切って。超美味しそう。しかもすごい柔らかい。そして昨日より切るの上達してるか。身が柔らかいのもあってすごい切りやすい。そんな一日で変わるんだね。柔らかくなるんだ。でもちょっとなんか黒くなってますね。傷んでる。そんなことなかった。
鍋さん。柔らかい。柔らかすぎてね、切れない。よし。オッケー。さん、ありがとう。熟してる柿は好き。どうやろう。なんか熟してるよりもちょっと固めが好きかも私。やばやばすぎてなんかわかんないってなるの。柔らかくてジュクジュクが好き。じゃあいただきます。ちょっと手を洗ってみる。いただきます。もう 手で食べますね、ごめんなさい。いただきます。削減。成田の新地。ありがとう、見に来てくれて。道行さん、気温に馬。ありがとう。高行さん、馬。ありがとう。歯茎がなんかすごい。むくの上手。4分の1でも大きいよね。やばい、50分。ありがとう、教えてくれて。ヒロリコじゃね、なし。柿はスーパーで買った。メール見てる、嬉しい。柿はこれは八百屋さんで買った。ね、ヒロリコちゃん待ってて。朝原さん、ペロペロキャンディ。のろすけさん、かわいい。ラストガキ、MV85 万視聴。なんか明日まで200万回行ったらいいよね。告示しよう。ヤミー。
ごちそうさまでした。美味しすぎた。美味しすぎる。ついでにあの排水口の掃除、このスポンジ使わないのでこれでシンクの掃除もちょっとして、はい、してました。よし、美味しかった、幸せでした。ついで大事、えらい、ちょっとにっこりにっこり。干し柿もいいね。ともさん、てん、ありがとう。にっこり。じゃあ今からちょっとお役目行ってきたいと思います。メイクも完了したし、この上にカーディガンを着ます。よし、じゃあ皆さん今日も今夜も健やかに行きましょう。みんな朝配信、朝準備配信、ちょっとさ、足まくってたんだよ、お薬塗ってたから。ちょっとこれを下ろしてから喋ろう。今日も朝昼間違えた、朝配信準備配信見てくれてありがとう。今から壇上の方をお呼びいたします。夜もできたらするので待っててください。なべさん、コンコン、モビさん、キヨニ、まるちゃん、佐藤のんすけさん、大好きパナちゃん、ピースさん、 DJ さん、ユーユーユーさん、ノーネームさん、ボヤッキーさん、イッコウクスツヌさん、ヨークン、鍋鍋所長、トモさん、小顔タン、コロネさん、はしもちゃん、チャムトンさん、パピポンちゃん、カネタクさん、ハンターさん、フォーユー、卒コン前最後の追い込み、頑張りこち、頑張りこち、クニちゃん、高雪さん、成田のしんち、卒コンだけど追いこち見に行く、ありがとう。ソニチ、タイムファイヤーさん、のろすけさん、ハリー、タコミさん、そして本日の秋元先生枠は伊佐内先生でした。ありがとうございます。ウッポさん、はじめだよさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はコバさんでした。コバさん、ありがとう。第2位は福ちゃんち、未来に向かって羽ばたけリゴチ、ありがとう。そして第1位はヤスくんでした。ヤスくん、ありがとう。皆さん、私の配信見てくれてありがとう。じゃあ忘れ物ないように行ってきます。今日も頑張ります。じゃあ今日も健やかに行きましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえいおー、健やかに配信見てくれてありがとう。じゃあまたちょっとメールで随時報告できる、できないと思うけど、メール送れるときに送ります。頑張ります。またねー。お役目行ってきます。健やかにー。